Massive FM 30th anniversary station from Lush supported by Jeep FRC Group Music Design Cooking Technology Education Comedy Fashion Game Art Zip FM Supercast Navigator News Kosuke Machida Beyond the Radio 30th anniversary Beyond the Radio もう見たいコラボなんて一つしかないよね、みんな町田とマギーのコラボだよね。マギーマジックジャムお疲れ様でした。お疲れ様でした。スーパーキャストナビゲーターの町田康介です。今日は ありがとうございます。最多人数、うわすごい数来てくれました。ありがとうございます。水曜日はあれかな、残業ない人とか多いんかね。そういう残業ないよって人どんぐらいいるんですか。ダメない。ほらもうすごい、で、この後マギーと一緒にもう帰るよって人どんぐらいいるんですか。ふざけんなよ、もう後ろの方だいぶ帰るよ。もう帰るために立ってるってことじゃん。でもね、上から見てくれてる人います。ありがとうございます。普段はね、マギーともガラス越しでしか絡めないけど、もう3日目ですよ。3日目にね、この壁なしでね、バリアなしで、守られるものなしで。そんなに守られないの？3日間剥がしがいない状態で、怖いですよ。聞きたいのは、町田さんが今までこうナビといろいろやってきた中で、はいはいはい、このイベント自体でもいろいろナビとコラボしてるじゃないですか、この人が一番やりやすいって誰だったんですか。僕って割とその、はい、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、調味料的な感じで調味料的な感じ、僕側がやりにくいって多分ないんですよ。へー。でも多分今回ね、まあ、今週の4日間のスーキャスでも2人ずつ呼んでて合計8人、はい、でクリスさんとかもね、あのイベントを一緒にあのレディオービットにも出させてもらったりとか、はいはい、結構な人数初絡みあったんですけど、多分向こうが町田苦手多いと思いますよ。やりづらーわ。嘘。ビボビボおい小池、私も思う。やるさ嘘。僕はもうやりづらいわ、もう全くない。すごい、さすがですね。だから多分合わせる、ね、すごい性格のいい人ほど多分、僕に合わせてくれたりこうね、やってくれるじゃないの。いつも町田さんの腕がね。いやいや、俺の腕は筋肉、俺はだいたいこっち下でこうやる、上でモリモリのってなったカッチカチやぞ。だからそれだカチカチやな。ブングル加藤やないなないなじゃないんだよ。俺が判断するから確かに現場滑ってます小池さん。リモートでね、これじゃね、あと1日だよ、明日で終わり。寂しい。またね、うちらはね、箱の中で鳥籠の中でバタバタしますんでね、引き続きジペッペもお願いします。皆さんマギーお疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。さあ、10月1日に開局30周年を迎えたジペッペ FM では、いつも聞いてくれている皆さんへ感謝の気持ちを込めて、ジペッペ FM 30th anniversary special 10 days Beyond the Radio を実施しています。その一環として明日10月5日木曜日までは、名古屋栄のラシック1階ラシックパサージュにスタジオラシックが復活して、毎日公開生放送をお送りする ZIP FM 30th anniversary station from ラシック supported by ジープ FRC グループということで、スーパーキャストはラシック1階ラシックパサージュから公開生放送でお送りしています。盛り上がってます。声出していいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。違うね、マッチに出てくれたの。うわ、ありがとうございます。今週はラシック1階ラシックパサージュからの公開生放送でお送りしています町田康介の ZIP FM スーパーキャスト。さあ、ここでフレンドリーキャスト、町田は ZIP FM のナビゲーターの友達がとても少ないので、友達になりたいナビゲーターをお呼びして親交を深めていこうというコーナーでございます。3日目ですけれども、これまで4人登場して友達になったのはヒラリーのみ。全員断られました。悔しいよな。今日こそは友達を作って帰りたい。この時間をお呼びしたのは高木梨沙さん。先週の木曜のオーバーで、そして木曜日のフライデー
せます高木梨沙さん、よろしくお願いします。お願いします。花粉を上げていただいて、はいはい、よろしくお願いします。ジップカラーで、そうなんです、ちょっとオレンジを入れてやってきてみました。はい、いいですね。皆さんこんばんは。こんばんは。おー、すごい、平日の夜8時台と思えない。本当ですよ。わー、端から端まで、端から端まで、奥からは手前から奥まで、ね、よろしくお願いします。赤木さんとちゃんと喋るなんてもうマジで初めてですわ。そうですね、あのいつも、はい、一応スタジオでは水木の夜にお会いしてるじゃないですか、はい、夜ね、夕方くらいはいはいはい、はい、なのであの見かけたら必ず挨拶するようにしてるんですけど、ありがとうございます。でも本当にそれぐらい、こんにちはみたいなどうもね、ぐらいの、はい、あ、すごい、なんか結構目力強いですね。あ、そうですか。あんま言われたことないけど、あの背が高いじゃないですか。いや、誰が言ってんだよ。いや、結構本当にあのスレンダーなので、なんかあんま目線がこう合ってなかったんですよ。めちゃめちゃちっちゃいみたいな言い方してるじゃん。いやいや、高木梨沙さんなんてすごい、え、身長180…160 なんでやねん、なんでやねん、身長なんでやねん、160なんでやねんって言っただけで拍手が分かるんですね。はい、そんな感じで。え、町田ってどういうイメージなんですか。どういうイメージ、どういう、あ、声が大きい。声はやっぱ大きい。そう、この春ぐらいでしたっけ、ジップのナビミーティングって言って、はい、ナビゲーターがその集まって、ちょっとこう、ね、今後のみんなでね、そう、会議するみたいな、足並み揃えてこうぜ、こんなこと今年やろうぜみたいなね、そう、なんかこう、はいはいはい、目標をね、あの高め合っていくみたいな時に、はい、た多分その時にちゃんとご挨拶するぐらいの、あ、そうでしたか、なんか感じだったんで、でもそうかも、そうかもですよ、はい、で、その時にその町田さんのご挨拶のターンで、もうなんか一人ずつ、あ、そう、一人ずつ、その今期で4月だから、はいはい、年度の始まりだから、そうそう、今年度の抱負みたいのを言ったんだ。あ、そうです、そうです。うわー、もうそのなんか第一声すごい声が大きい。嫌そうな顔で言って。いやいやいや、なんか嫌悪感じゃん。なんかあの、その多分金曜日である、金曜日おそらく、だから、はいはい、単発の4時間生放送終わって、終わってで、あ、見てよらーって言って、ちょっとまあ一息ついてるぐらいの時に、なんかその元気良い挨拶でちょっとわーってなった覚えがあります。そうですか。いや、でもね、やっぱしゃべり手は声大きい大事ですからね。知らんけど。知らんのかい。めっちゃ適当にしゃべるやん。いやいや、そんなもんです。私は聞いたんです、カレー好きなんですね。あ、そうです、ここ一番屋さんが好きです。はー、なんかカレーに一番合うトッピングとかあります？チーズ。あー、まあまあまあ、じゃあもうこれ以上話は広がりませんけども、まあ、あと最近この時期はカキフライがトッピングに、はい、あー、めっちゃわかる、出てきてるので、カキフライが、うん、まあ、オールシーズンだとチーズとソーセージ2本、それこそ、はい、あれ、え、大阪ですよね。お、関西です、はい。あ、関西、大阪に住んでます、はい。大阪ってめっちゃカレーの激戦区ですよね、はい、なんかスパイスカレーとか、そうそうそう、それこそお店がめっちゃ増えてて、僕もう休みあったら絶対大阪行くって決めてるんですよ。あ、そうなんですか。そう、あのカンマリにも休みの前になったら、カンマリ、俺も来週休みだから、うん、絶対行っとけっていう店を教えてくれとかっていう、あーで、あの天王寺のここ行ってくださいとか、へー、なんか、なんとかの、はい、中洲的な、なんか、うん、なんか島があるんですよね、なんかあの島、大阪、新大阪から、はい、あの梅田の方行くとき川渡るじゃないですか。あ、淀川、淀川の、あれ淀川なんですか。え、新大阪から大阪、あれが淀川なんですか。あれ淀川です。そこになんかあのー、あれ島あるでしょ。島？島ありますよね、なんかちっちゃめのね。ちっちゃめの島？え？長めの横に。どこ行ってるんですか。長めの横に伸びた島がある。なんか関西で島って言われたら、はい、もう淡路島しか出てない。違う違う、そんな急に行かないよ。え？そこにあるなんかカフェはいいですよとか言って。あ、中野島？中野島、中野島。地名ですね。え、あれ島じゃない？島じゃない。あれ島じゃない。島とかやるからちょっと。意識高い系なんで、多分、あ、ちょっと今聞かれたらまずい、島って言ったら多分、ってなそうみたいな、はいはい、あ、本当にめちゃめちゃ大阪行くから、うんうん、大阪で食べ歩きとかする、もちろん飲んだりとか、まあ、飲んだりしてますけど、なんかそのよく言われるんですよ、おすすめの店ないみたいな、はあ、そういうのちょっと苦手です。え、すいません、あんまり聞かないでください、適当。なんでなんすか。逆に名古屋だったら絶対どこかあるんですか。名古屋だったら、そうですね、よく行くのはそこのフライデーズ。あー、美味しいよね。あと、この中にあるハーブさん。あー、最高ですよね。さっきもお茶してたんですよ。はい。で、今日ここの入りが7時50分だったんですけど、
はいはいはい、7時50分だからちょっと早めに行ってスタンバイしとこうと思って、うんうん、でなぜか6時50分に起きちゃって、はいはいはい、うっかりうっかり、 びっくり、めちゃめちゃ早く入ってたもんね。そう、お茶してギリギリまで時間潰せると思ったら、はい、めっちゃ早く来ちゃってちょっとご迷惑としました。はでもね、はい、僕調べたんすよ。私をですか？ええ、はい、そしたらね、はい、高木理沙さんってデビューがめちゃめちゃ早いから、僕芸歴1年ぐらいしか変わんないんですよね。あ、どっからがデビューですか？それはもう人による一応ウィキペディア情報で。ウィキペディア情報2008って書いてました。 2008? 2008なんだ。違うの？最初に事務所に入って、はい、なんかこう CM 出たりとかしたのが小学生なんですよ。ああ、じゃあもう先輩や、そっから考えたら。いや、でもそれなんか難しいですよね。いやいや、でもそういう、前にね、誰かにもこの話、あ、超いい人セブンが、そうだ、うちの後輩の超いい人セブンっていうのが、中学生日記っていうの出てたんだけど、はいはい、その時聞いて、はいはい、そういう、小学生とかで、はい、メディアに出たいとかっていうのって、うん、自分の意思？あ、でも最初は親の影響とかありますね。親の影響って、親が？なんかその子供服が好きで。誰が？お母さんが。お母さんが子供服好きで、子供服を着せる、はあ、で、なんか着せてたら、はい、3000、いくら以上お買い上げのお客様、よかったらカタログ出れますよ、みたいな。あ、そんなのあるんだ。で、ああ、じゃあカタログ出てみよう、なんか写真撮られてる、楽しい、また行きたいっていうのから、なんかファッションショー出たりとか、ああ、そっからですね、なんかいつの間にか事務所に入って、え、ファッションショーに出たらいいんですか？小学校低学年とか。ランウェイあるの？なんか本当、こういう、それこそショッピングモールとかである、なんか子供モデルファッションショーみたいなとか。はぁ、すごい。でもね、やっぱいっぱい、まあ、芸歴重ねてきた中で MC の仕事とか、はい、リポーターの仕事とか、でももちろんナビゲーター、ラジオの仕事とか、はい、いろんなことされてるじゃないですか、はい、これはちょっと変だったなとかある？変だったらね、この仕事がってことですか？やっぱ、まあ、大阪仕事とかだと、あ、特殊な仕事とか多そうなイメージ。まあ、すごい寒波の時に、はい、滝行したことがあって。うわ、すごいな。なんか、それこそなんか、こういう言い方失礼ですけど、ああ、私ってなんだっけって思って何してんだっけ、この世界での。そう、でも、ああ、やっぱラジオのこう仕事って言うとあれですけど、ラジオするようになって、はい、全部ネタになるなっていう。ああ、しゃべりのね、引き出しになりますから。そう、考えちゃうところもできてて、うんうんうん、正直、今、もう滝行って言って、うん、ってなったじゃないですか、うん、めっちゃ快感。そうだよね。それでも、あの時嫌だった気持ちはもうチャラだもんね。そうなんですよ、ね、なんだったらもう釣り来るぐらいの。そう、なんならおもろいなって思えるようになってきてるって感じはありますね。あ、それ、ラジオやる前はやっぱしんどかったんだ。そうですね、なんかマカオタワーからバンジージャンプみたいなロケがあったんですけど、でもマカオからバンジーするのって7万かかるんです。どうする？そんなするんだ。すごいお金かかるんですよ。だから絶対自分で行ったらやらないやらないやらない。だから、まあ、ロケだったらタダだしいっかみたいな気持ちだったんですけど、ああ、いざ来る時は本当に怖かったです。いや、そりゃそうだよね。え、それもテレビ番組？それもそうです、ロケですね。俺ラジオでバンジーしたことあるからね。えマジで？え、ジップでですか？いや、ジップじゃなくて別の曲だけど、はいはいはい、何回も、うん、ラジオですよね。そう、ラジオ見えないですよねみたいなことですか、はい、意味あるのこれ。あ、じゃあさ、やってみましょうよすごい嫌、すごい嫌だなと思いながら、はいはいはい、やったことあるよ。いや、なんだったら今ね、リサさんが言ったあの、はい、滝行、滝行、はい、もう俺ラジオでやったことあるからラジオでやるんだ。そう、へー、むっちゃやっぱ芸人だからさ、はい、なんか今でこそ、うん、まあ、芸歴もあってなんとなくこう大事に扱い始めたけど、はい、やっぱ出たての頃とかってもう人権ないからさいやでも本当にハードなイメージが、ね、大変や。でも芸人さんと絡みも多いもんね。あ、そうですね、関西のその番組とかだとポチポチ。特に優しかった芸人さんとか印象に残ってる芸人さんいます？あ、でも本当仲いいのは女と男の市川さんとかあと良い子の浜口さん。あ、浜口さんもはディズニータイムっていう、はあ、番組の MC アシスタント、それが私のなんかこう喋りの仕事では初めての仕事なんですけど、それでアシスタントやるっていう時本当にものすごくよくしていただいて、ああ、で、あのご結婚されたじゃないですか、はい、でご結婚の報告とかもわざわざ、あの、リサちゃん実はお知らせがあってみたいな連絡してくれて、うん、へえみたいな、うん、と感じですね。あ、こ
基本そうです。僕あの大阪行くとき絶対大阪行くよってツイッター上げるんで。ツイッターやってるんですか。やってるわ。僕フォローするんで。あ、わかりました。はい、僕大阪行くときは基本ね、みんな知ってると思うけども、はい、俺今から大阪行くよって僕大体ツイートしてるんで、はい、あのなんかここ行ってくださいとか教えてください。あ、わかりました。あのスメルココイチじゃ。最後に告白タイムでございます。あ、もうですか。はいはい、イエスかノーでお答えください、はい、僕と友達になってくれますか。ノーで。なんだよ。体重も85キロぐらいあります。だそうです。どうよ。だそう。びっくりする。でも何背がある。いやいや、でも178とかですか。背が高いです ね。いやでも楽しかったです。皆さんまた後で、はい、一旦高木さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。また後でね。4分あります。そう、まだ増えてきてない。なんでこんな増えてきてんの。すごない？今週はラシック1回ラシックパサージュからの公開生放送でお送りしています町田浩介の ZIP FM スーパーキャスト。さあここで2人目のフレンドリーキャストさん登場でございます。この時間は白井夏さん。金曜日の日曜日のマインドアウトを担当しております白井夏さんでございます。愛知県は名古屋市生まれ。え、かた、そういう紹介のされ方するんですか。いやいや、そんなそんな。ちょっとあの、ま、皆さん、こんばんは。白井さんです。すごい、白井さん、ありがとうございます。なんか最近すごい名字で呼ばれるんですよね。白井ね、そうそうそう、体操選手みたいな。すごいですね。平日の真ん中 の、ね、の夜にこんなにお集まりいただいてるんですか。全員なっちゃん見に来たんだよね。なんかすいません、え、今だけうんうんって言っちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、なんてみんなからなんて呼ばれてるんですか。あ、え、なんで聞いてるかな、ごめんなさい。この距離で聞いてなかった。やばい。みんながいるから。いや、みんないる。そうそう、みんなね。失礼しました、はい、シャッターチャンスタイムですから。はい、ありがとうございます。え、なんでしたっけ。なんて呼ばれてるんですか。なっちゃんがもともとは。なっちゃんでいいんですね。そうで呼んでもらってたんですけど、はい、最近白井に、あのなっさんとかが増えてきて。あ、なっさん増えてきて、なん増えてきたなとか思ってきたら、なんか最近白井になり始めて。じゃあ俺も白井にしよう。あら、え、でも町田さん、はい、すごい言いたいことがあって。何、俺に怖い。やめてくれ、言うな。本当に。なんすか。町田さんと、はい、目が合わないんですか。言わないでくれよ。これは町田さんが ZIPFM に入って以来、はい、多分未だに今もこの横にいらっしゃるね。みんな今今日証人がいっぱいいるから分かると思うんですけど、本当に目が合わ
人見知りなんですよ、僕は、うんうんうん、人見知りなんですよ、僕は、そもそもが、うん、こうやってオンにならないと、うん、あのスイッチ入れれないというか、いや町田さん、はい、それこそ ZIPFM で会った時の挨拶も、うん、多分 ZIPFM1 業界人っぽいというか、なんかおはようございますとかのあの言葉をちゃんと言わないけど、あ、挨拶をされるし、なんか会って挨拶してちょっと喋りたいじゃないですか。まだ松田さんとほとんど喋ったことないから、はい、もうほとんどない。でこっちはなんか喋ろうかなって言うんですけど、もうすごいスピードで目も合わさずにガッサッて言ってもういなくなっちゃうから、喋る気ないんだなって。喋る気、いやあるけど、いやじゃあどう思ってんのかなって、そのね、僕はあのね、あのポッシブルで一番最後に会ったのが白井夏ぐらい、うん、ポッシブルとズブズブなんで。そうなんですよ、私の事務所のね、皆さんと本当に仲がいいんですよね。そうよ、この間も社長から電話かかってきたし。あ、だって社長、ね、社長やめっちゃポッシブル見に来てる。そうそう、だからなんか僕のことをどう、なんかね、あの例えば、はい、レイナさん、永田レイナさんとか、はい、まあ、若林志音とか同期とで、ね、一緒にイベントやったりとかで、はいはいはい、なんか絡みがあるか、そう、絡みの時にこう、うん、町田をどこにこう置くかみたいなので、なんか分かりやすい。あ、僕は今芸人として置かれてるなとか、そう、あ、今これ町田雑に扱われてるんだなとかっていうので、なんとなくどうしたらいいか分かるっていうか、へーへーへー、僕先出しでじゃんけんしないんで、うん、後出しでじゃんけんするんで、その白井夏との時にそのどう話聞けよ。だから白井夏とどう絡めばいいのかを、うん、その白井夏に決めてほしいっていう。へー、そんなこと考えながら人と接してるんですか。そうなの、そういうこと考えないと俺人と接することがでノリでイエーみたいなね、あら、でいけるわけでしょ。そうですね、基本的にそっちの方が多いから、うん、逆にどうしたいんですか、町田さんは。私とどうしたいんですか。今日は詰めに行こうと思って。いやでもマジで普通にあの友達になりたい。まあ原稿に書いてありますもんね。みんなにね友達になりたいって。ちゃんと、あ、じゃあもう、じゃあ、あのちゃんと正確に言うわ。はい。あのちゃんと喋れるようになりたい。かわいい。何それ。そう、だからな、そのな、何を共通言語が ないから。そうなんですよね。そう、何で盛り上がれるのかも分かんない。私1個だけ町田さんと私の共通点あります。ください。いきますよ、はい、いいですか。はい、 A 型。あ、いや、ごめんなさい。あれ、めちゃめちゃ大型。何で見た。インターネットで調べてきた。あ、A 型って書いてあって、あ、唯一の共通点ここだと思って。あれ、あ、もしかして渡辺のサイトプロフィール見てくれたんですか。見た。あのね、渡辺のプロフィールっておそらく渡辺のあの事務の方が、はい、うちの事務所の事務の方が、うん、あの打ち込んでくれるわけですよ。はい。で、うん、僕ってもうめちゃくちゃ細かいんですよ。あ、普段。そう、事務所に対してもそうなんだけど、あのこれ消してこれ書いてとか、プロフィールとかもあのこれやってきたからこれも乗っけといてとか、うん、あのこれあんま有利じゃないから消しといてとか。有利じゃないから消しといてプロフィールの方が気になるんですけど、どんな内容が書いてあったんですか。であのセルフプロデュースをあんまり事務所に任せてなくて、うん、結構、スケジュール管理すら事務所に やらせないようにしてて。あ、もう全部自分でやる。マネージャーいるのに、ね、マネージャーにはあのスケジュール管理はあんまさしてなくて。へー。そう、自分で管理して、でこんなん来ましたけどどうですか、うんうん、いや、いいが、ちょっとあの、いいがた、うん、それって意味あるとか、うん、で、そうですよね、うん、すいません、断りますみたいな。へー。なんか、結構細かいのよ。だから自分で決めたいん。そう、勝手に多分だから俺 A 型だと思われて、裏も取らずに事務所が俺のこと A 型って思ってるんだけど。血液型を勘で書くことあります。勘で書いてる。そうなんですか、うん、で、そんなもん、もう聞けなくなっちゃってるの俺に。あ、
何型ですか、何型ですかなんて聞いたら怒られちゃうから、もう当てずっぽうでプロフィールっていう一番大事なものを当てずっぽうで書いてたと。うわー、まんまとその策にはまりました。え、ないの他、もうちょっと血液型しかないことないじゃん。私が見つけれたのは血液型まででした。 あれはじゃあモノマネ教えてよ。え、なんか俺見たよ、モノマネ得意って。それどのプロフィールで書いてるの。お互いどうなってるの。お互いプロフィールどうなってんだよ。あったっすよ。え、なんかすごい、あの全然得意じゃないです。レパートリーが2兆個あるって。怖い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 。得意そう、モノマネ。いや得意そうよね。私のモノマネ聞いたことある人います？こうなんか手挙げて、ほら2人いるんかい。え、本当でしょ。でで幻なんじゃないかって。なんで2人いるの。え、何のモノマネ見た、聞いた。篠原涼子さんのモノマネを聞いたことある。昔にやってましたよね、番組のコーナーでやってました。歌マネですか、喋りマネ。喋りマネちょっといただいてもいいですか。すごい、ごめんね。すぐ対処してくださいね。はい、わかりました。あー、もうちょっとあんたたち、なんで水曜日のこの時間にここに集まってんのよ。あ、似てるよ、似てるよ、マジで。本当ですか。普通に似てたよね。え、待って待って、私この扱い受けたことないからちょっと今戸惑ってます。笑い取るために嘘つかない。俺はちゃんと受けなくても本当のこと言うから。あ、素直に。あ、じゃあこれ嘘だ。嘘。俺も笑いが一番。今そこまで計算して言っちゃった。嘘嘘嘘、本当の嘘だ。すごい、松田さんすごい、右向く時に言うことと左向いて言うことが違うんですけど。だから俺は後出しじゃんけんしかしない。そういうことか。何聞いたの。ドラえもんの笑い声。それはやってましたね。どっち、水田わさび派ですか、あの大山信代さんですか。あ、どっちだと思ってました逆に。あ、じゃあ大山さんバージョンのドラえもん。あ、それは確かにいいですか。はい、あ、探す、ありがとうございます。うふふ、のび太くん、ねえねえのび太くん、うふふふ、のび太くん、子供が笑ってくれた、ありがとう。え、見てた。あの子供しか笑ってない。しかも一人だ。一人だけしか笑ってない。でもあの子が笑ってくれた水曜日が嬉しいよ。ありがとうございます。ちなみにこの子、なっちゃんに会いに、マジで。え、そうなの、ね、一番好きな番組はなっちゃん。なっちゃん。そんな番組ないけどね。いい。いけるいける。で、そのなんか、あのプロフィールが、はいはいはい、その趣味にライブとかギターとか塩とか。あ、すごい、ギターだけ反論がすごい。あと旅とか。あ、旅ね。猫、漫画とか。あ、漫画好きですか。あ、漫画僕好きなんですけど、そんなことよりもこの趣味のなんかこの書き方が、はいはい、そのもうその売れようとしてるタレントの書き方。何でもいいから引っかかれの。本当分かりました。分かりましたじゃないの。これね、あれなんですよ、昔は本当にちょっとだったんですけど、はいはいはい、年々あの ZIPFM さんからも、はい、あのプロフィール変更ないですかみたいな、うんうん、あの確認してくれるんですよね。新規、あの木が新しくなる。なるほど。そこでだんだんこう一個ずつ増やしてる。あ、でこれ好きだわ、あ入れとこう、これ好きだわ入れとこう、で今こうなったっていう形。まあどれとか聞かないけど、本当に好きなの何個あんの。え、待って、でも本当に趣味ギター以外は全部好き。年明けに趣味ギターだけちょっと消させてもらいます。これ消されるんですか。はい、消します。はい、消される。今からやるんで。え、でもいや、その代わり篠原涼子さん足しときます。はい、プラマイでは、はい、ちゃんと数は合うようにしておきます。数は減らない、はい、レジ締めはしっかりしておきます。じゃあそれでよろしくお願いします。はい、ということで、お時間ですんで。あ、早っ。告白タイム。早いよね。この後も出るよ、この後も出るよ。一旦ここで告白タイムに移らせてください。はい、イエスかノーでお答
ください。はい、僕と友達になってくれますか？なー早いでしょ。あら、いらない。心で戦おう。心と心ぶつけ合おうぜ。なんか縮まらなかったし、なんかこの辺のプロフィールの話で終わったから。そんなことない、ね、ちょっとまだ時間がかかるかなっていう。なんでみんなそんな時間かかるの？友達ってすぐなれるんじゃないの？まあでもね、6人中まだヒラリーだけよ、友達だから。そうなんですか？ヒラリーは最初から友達だしな、とさ。かっこいい、それもいいですね。そういう意味じゃ増えてないのよ、友達が。嬉しいよ、マジで。でも一生なれないわけじゃないです。あ、そうですよね。ここから、ね、回を重ねていくとなれる。なんか何回重ねたら、その、ゴールド会員みたいな、なんか。あ、そうですね。フローだけ教えてください。僕の何方をちゃんと。一回でも有料会員みたいになって。そうそう。さあ、一旦仕切ります。はい、この時間のフレンドリーキャストは白井夏さんでした。ありがとうございました。10月1日デビューなんで、そう、僕ジップが1年の時に僕はもう、まあまあなんとなく、そう、17年目に入ったのか。うわー、やっぱキャリアは大先輩ですね。いや、そんなことないよね。すみません。リサさん、その小学生がやってるの。あ、そっか。えげつない。え、で、本当に友達になってくれないんですか？え、そうですね。本当になってくれ。なんか何、その裏で、打ち合わせで、あの、最後に町田さんが友達になってくれるって聞かれるから、ノーって言ってくださいまで、その仕込まれてるってこと？いや、ないね。でも、なんか、全然ノーでもいいよって言われました。そうそう、なんかまあ、みんな基本ノーです、みたいな、あのノリで。そうそうそう、誰？そんなこと言ってるの。ちょっと待ってよ。本当に友達になりたいだけなんだから。素直に。ああ。でもまだ明日がチャンスあるってことですか？明日、明日が、立ったよ。本気です、これは。これが町田の本気です。清里と、おおマルリン。わっ、これは。一番可愛い二人。ああ、笑いが欲しかっただけ。あ、笑いが欲しかっただけ。追放されるところですよ、自分の番組を。自分の番組。あと1分。恥ずかしい。52分、めちゃめちゃいけるわ。好きなだけ喋りましょう。14分喋れます。ポポさんが計らってくれました。ありがとうございます。あ、で、もうこのまま番組終わっていくから先に言っときます。あの、9時に番組終わったららしく閉店なんですよ。だから、だから何でしたっけ。なんか言ってましたね、昨日俺なんか言ってましたよね。あ、俺あっちに出るわ。だからもしなんか、喋りたいとか待ってくれるよって人は僕あっちに出ますんで、あっちにいてくれれば。すぐ皆さん体感だけご協力お願いします。番組終わったらすぐに、閉店になりますんで。ラブ名古屋な情報を集中、ハッシュタグラブ名古屋をつけてツイートしてください。
ZIPFM 30th Anniversary Station from Lush Supported by ZIP FRC Group RR1 Grand Prix RR1さあ今週はラシック1回ラシックパサージュからの公開生放送でお送りしています町田浩介の ZIPFM スーパーキャスト。さあここからは RR1 グランプリ、白井夏さんと高木梨沙さんと3人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。企画した時あるある、知ってますこのスーキャスの RR1 グランプリは。うんうん、あ、知って、あ、知らないな知らない顔だな。知ってる、知ってる、あるあるある。今日は帰宅した時あるあるということで、皆さんがいっぱい送ってくれてますんで、お二人があるなと思うものをぜひ読んでってあげてください。はい、来てますね、はい、本当にどちらからでも。あー、これちょっと私ある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 だし、一部の人は本当にあるあるだと思うんですけど、あるあるだと思う、うん、ただいまより先に猫はどこっていう。あるある。ちなみにどなたから。通りささん、通りささんが言ってるのね。通りささんからの帰宅した時あるんです。猫、ね、猫飼ってんですか。はい、猫と一緒に暮らしてるんで。はあ、だから大体迎えに来てくれるんですよ。え、猫が。すごいですよ。犬はなんとなくわかるけど。いや、そう、猫ちゃんも迎えに来てくれる。猫ちゃんと一緒に住んでるよ。迎えに来てくれますよね。ほらみんなみんな来てくれる、まあ。来てくれない時もあるんですよ。まあ、猫はでもね、気まぐれなんですよね。日によるんですけど、そのいないとき、だから来てくれるともう帰ってきたらすぐ分かるんですけど、いないときは、え、猫どこってなるっていうのが、ただいまより先にそれが、まずそれが、うん、めっちゃあるある。わかります。はい、私はですね、まずお風呂入った方が自分のためと頭の中で繰り返すが体が動かない。ある森優さんですね。はい、もうあるあるすぎて、あかん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 。え、どのタイミングでお風呂入ります。え、なんですか急に。ないいだろ。エロいだろ。ねえわ、時間なんて話広がらないじゃん。どのタイミングって誰だよ、その、はいはい、もう寝る寸前にお風呂入ってバッと寝る人と。あ、でもなんか大体帰ってもう先にこうお風呂入っちゃって、うん、ビール飲んで出る。あ、じゃあ夏休みの宿題とか先やるタイプだ。あ、割と。あ、もう先に全部済ましてから後でゆっくりしたいタイプだ。そうです、そうです、そうです。あ、そうだ。違うんですか、いつ入るんですかお風呂。今でしょ。なんかわかんないけどいけないんだ。そういうこと言っちゃいけないんだ。ないんだ。すごい、マッサーの返しがいけないことはないじゃん。いけないことないですか。ツッコミで初めて言われた。いけないんだ。全然いけなくない。僕でもギリギリっすね。最後にお風呂入ってもうそのままバタンって寝たいっていう感じかな。すごい時間かかるじゃないですか。が一番だからなんか早めに入っておいて、ある程度自然に乾いてくれないという願いもあるんですね。はいはいでうなずいてるけど、なっちゃんはいつ入るんですか。後ですね。後なんかい。でも季節によります。それこそ今でしょ、言うまで後ですって。林先生ぐらい溜めて後ですって。なんか夏場はそれこそ汗かいてるし、はい、その面倒くさくなることが分かってるから、はいはいはい、それこそ猫どこって言ったらそのままそのままのお風呂、ね、猫どこからのお風呂。だったら猫来ると一旦こう猫と戯れる時間になるから、はい、いない時はラッキーぐらいな、うん、今のうちに入って出てきてから戯れるみたいな、もう先行できるんで、そういう時はもうそのまま行きますけど、はいはい、まあ、大体は一旦帰って猫ちゃんと戯れるんで、そっからあと回しちゃうんだよな、後回しになっちゃうんだよな、結局な、それはある。さあ、どんどん行きましょうか。こちらは、はい、ダーヤンさんからいただきました。ダーヤンさん、帰宅した時あるある、はい、マンションで同じタイミングで帰宅した同フロアの人がいると、うん、ドアを開けるタイミングを迷う。ああ、めっちゃわかるわ。で、どっちが先に、ええ、どちら同時出る時もですよね、これは出る時も帰宅もだけど、出る時もあるある。僕、あの男だから、うん、同じ階にもちろん女性とかもいたりするんですけど、うん、同じ
住人の人とか、まあいいんですよ、いいんですけど、うん、そのちょっと電話玄関というか、あのマンションのエントランスからバーって一緒に入ってくるじゃないですか、うん、でエレベーターに僕が待ってて乗るじゃないですか、うんうん、乗りますかって言われたら、うん、いいですって言われることあるんですけど、あでもめちゃくちゃわかる。いや、まあ、全然いい、それはそうよね、はいはいはい、そのね、どこに住んでるかなんてバレないしたことないから、うんうん、いいのよ、うん、あじゃあ先行かせてもらいますって言ってお言葉に甘えるんだけど、やっぱちょっとだけ傷つくよあれのいい方法ってないのかな。難しいですよね。いやどう、一緒に乗らない。乗らないかも。あやっぱさ、えそういう時なんて言ってんの。あでももう普通にポスト見に行くとか、うん、用事がありません。合わせない。すごい演技よね。めちゃくちゃゆっくり歩きます。すごいゆっくり歩いてポスト入る。あれだからなんか UFO 作戦だ。おうちのフロアで降りるとかって分かってる時はなんか多分譲る精神で先どうぞって多分してくれるじゃないですか、マシャさんだったら、うん、でも正直先に出てほしいって思っちゃう。あもうゴルゴさんって一緒で背中も取られたくないわけじゃない。そうだよね、背後に何かいる方が怖いから。そりゃそうだよ、先に出てほしい。リュウク・トウも同じこと言ってたもんなんか例えがさっきから例えが年代出てません。そりゃそうでしょ、ね、自分が生きてきた中でしか例えれないんだよ。俺年代出ますよ。いや、それはあるよ。そうか、じゃあ男性側からしたら、うん、そのジェントルマンとしてお先どうぞって言ってるけど、もう先出て、うん、もう何も見ずに行っちゃった方がいいことね。の方が私はいいかも。助かる、確かに。これはみんな覚えた方がいいね。いいこと聞けたね勉強になるわ。続いていきましょうか。はい、副隊長さんです。副隊長、缶ビールをブシュッと開けて白井夏さんの真似してあれ乾杯しがち。あ、いいですね。いい子、イエーイ。乾杯したいですね。副隊長、いい子。本家にもね、やっていただきますか。じゃあいいですか、ここにいらっしゃる皆さんも、ほんとエアーで大丈夫です。あ、そうね、飲み物持ってる方持っていただいて、はい、今日も一日お疲れ様でした。せーの、乾杯。すごいもうエンディングみたいな。帰ろっか。絶対帰るの。今日一だよこれが。みんなで乾杯できました。え、お二方お酒は飲みます。飲みます。大好き。一番、じゃあリサさん一番好きなお酒は。でも最近はビールが好きです。あ、最近はってことはなんか違ったんだ。去年ぐらいにやっとビール美味しいって思うんだって。おわ、指立ってる。うー美味しいでやるよと。味をだね、うん、うまいぞーと。わからない。はい、そうなんで、サワラーと飲むようになったんですけど、うん、あとね、夏さん、それまでは何飲んでたの。それまでは日本酒も好きで、あのでもね、全然詳しいわけじゃないんですよ。いやいやいや、そうとか。そうなんだ。あとあの韓流ドラマを見るのが好きなので、はいはいはい、ついついあのチャミスルとか、チャミスルとか、はい、一本二本みたいな。日本、はい、この間一緒に飲んだ時ね、はい、あのビールと誰で飲んだんだ、それこそ韓国の人だった。なんか、いやいい、すみません。まだまだ国境からだからね。今日から今日から俺頑張るから今日からかわいい、かわいい。2人で飲みに行って、その時によくドラマで出てくる、うん、ビールとその韓国の焼酎を割る、知らない、割って飲むみたいな。ドラマで出てくるの。そんな爆弾酒みたいな。爆弾酒みたいな、そんな名前がついてるとかついてないとか。ついてないとかない説もある。リサちゃんが言ってるだけ説。言ってるだけ説。爆弾酒をして。そう、え、美味しいのそれ。美味しかった、ね、飲みやすく。そう、あと味はね、ビール自体が割と飲みやすいですよね。ちょっと薄味というか、そんなことないですよ。なんか本当そんな濃くないんですよ。あ、韓国のビール。そう、韓国のビールで、ーで韓国の焼酎で割って飲む。なるほどね。割るって逆に味としては薄くなる体感なんで飲みやすいんですけど、度数は上がるから。だからちょっと上がるから味をだから伝わんないですよ、味をが。そうなんです。そうか、はい、いいね、仲いいんだな。ね、一緒にね、美味しいもの食べたりなんかしてます。え、それ何曜？え、何曜日なの？曜日です。曜日？そう、だって、え、だって、え、何曜って会う？ピタッと会う時があるってこと？なんかでもよく会うよね。よく会うのは金曜日ですよね。金曜日か。
金曜のあのフラパズ終わりに、うん、なつさんが今日いらしたりとかすると、はいはいはい、レッスン前にそこでなんかめっちゃ喋るウェーって喋って、うんで、飲み行くのは何よ飲み行くのはそれはバイブスで決めてるバイブスで決めてるバイブスで決めてるのね、どうかバイブスあったろ、でもあそう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 同じとこまでバイブス持っていけたら、うん、お待ちしてます、でも、はい、もうちょい行けるんでもうちょい行けるはい、行きましょう何しよう、はい、うんあ、ね、あ、いいですかはいとにかく明るいニートさんあ、とにかく明るいニートさんねお、ね、いただいております、はいましょうか帰宅した時あるある、うん、なんでこの服着ていったんだろうって思うおいお前いじってんだ俺のおい指さすなよそれから習ってないから人指さすなすごいあちょっともうすんごいことなってくるほんまやこれは頑張りの勲章ですからね丸田さんの頑張りの勲章後で写真タイム設けますそれるんだ、はい、なるほどそれはもう朝お洋服合わせてる時に、はい、これは結構汗が出るから話題になるなと思って着てきたって何だったの着てないのよお風呂お風呂お風呂本当に、はい、こんなに汗かくとも思ってなかったし涼しくなってきたしそうですね、そう今日ちょっと寒いぐらいでしたもんねそうよ、うん、こんな汗かかされ君たちのせいだよ私だけのせいそうでしたかでも今日しか見られないから確かにですからねこのシャツのも世界地図みたいになってますけど恥ずかしいラストまずもうちょっとだけいきますラストもうちょっとはい、何にしようかな久しいっぱいやってですね、すごいたくさん、はい、皆さんあじゃあふっくんさん、はい服玄関に虫がついていたらどうやって入るか作戦練りがちある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 めちゃくちゃあるこれ開けたら飛んでっかこれ開けた瞬間入っていくかなとか入れないとかありますねしばらく、うん、あえ一番あの G 以外で一番ダメなのは、うん、ダメ、もう一緒みんな一緒一緒一回なんかトンボがトンボえトンボダメ本当には優しいかもいやとか優しさは知らないけどいやそのね高木梨沙側が優しいってことトンボになんかトンボなんか攻めたらかわいそうかなまあわかるよトンボなんてね秋の風物詩でいやそうなんですよトンボかわいいし絵でもみんな描きがちだし全然仲間じゃないですかただトンボって意外となんかこう飛んでから元いた場所に戻るんですよだからなんかちょっとどいてほしいなーでちょっとドアカチャカチャってやって飛んでもらっても戻るんですよ、うん、飛んでもらって飛んでいただいて一回、うん、で元に戻る、うん、で本当にちょっと飛んでいただくんですけどまた戻るって繰り返してお互い損してるってトンボも嫌だろうしあんなに動いてね同じところトンボね意外とトンボ難しかったですね家さんはでも最近だとカメムシがめちゃくちゃ多いからそれわかんないんだよななんかね、ちょっと嫌だなと思っちゃうかも何匂いがってことうーんえ、いるカメムシ俺マジで見てないんだけどえ、めっちゃいますよどこにいんのめっちゃいる関西関西ざっくり関西で西に寄ってってんだ確かに、でも確かに名古屋では見てない見ないよあ、でもこの間見た何だったっけなんか岡林しおんさんのこの辺にいた気がするえぇ、ー、右肩サカスプサカスプサカスプ間違えた、オータムスクエアあ、オータムスクエアあ、オータムスクエアなんか、うわ、カネムシだ、ウェイってなった気がしますなんかカメムシが今年多いって聞いててえカメムシ今年多いから、大雪降るらしいよえあ、そういうのがつながってるんだなんか、ね、ツバメが聞くってことないないよないよ信じちゃったちょっとまだ慣れてないからねあ、結構嘘つくタイプです嘘つかない嘘つかないでおなじみなんだから本当ですかということで、はい、いよいよこの後1曲挟んであるあるグランプリ発表です、はい、最後までありがとうございますありがとうございます残りあと2分ぐらいですけどもぜひお付き合いください、うんはい最後に、チャンピオン発表なんですけども、うんうんまあ、時間の許す限り読んであげたいなということでザザザッと、うん、もうバババッと言っちゃってくださいバババババ、はい、最後までありがとうございますありがとうございます
残りあと2分ぐらいですけども、ぜひお付き合いください、うん、はい、最後に、チャンピオン発表なんですけども、うんうん、まあ、時間の許す限り読んであげたいなということで、ザザザッと、もうバババッと言っちゃってください。バババババ、はい、